イレズミこんにゃく味は、鈴木木、イレズミこんにゃく味かに属する、海水魚。どうかには本種の実が属する。属名は古代ギリシア語、イプシロンカッパオメが古代ギリシア語、シグマタウニューに由来する。イレズミは、若菜の大食に、こんにゃくは体が柔らかいことに由来する。近年まで、 他の魚類との関係は不明だったが、分子系統解析からは、ヤエギスカに近縁であることが示されている。アラスカで漁獲された、生魚北太平洋に広く分布する。冷水系の種で、表面水温8摂氏10度が南限である。若菜は沿岸の表層にも生息するが、生魚は、深度1000メートルほどの深海に生息する。体長は、最大2メートル。 体は細長く、やや側弁するが頭部の断面はマリー。鱗はない。背びれは52から55何畳、尻びれは34から40何畳で、トゲ状はない。若菜は腹肌を持つが、これは非常にちぎれやすく、制魚になると消失する。若菜は高褐色の体に多数の紫色斑があるが、制魚では一様な褐色となる。比較的大きな口。 柔らかな筋肉、軟骨性の骨格、黒か試食の体色、細い尾柄、幅広い尾ひれ、氷が存在しないことから推測すると、本種は氷層から全身層上部までの幅広い振動を泳ぎ回り、遭遇したいものを手当たり次第に捕食していると考えられる。本種を捕食する生物として、マグロ類、マッコウクジラと土が確認されている。ありがとうございます。